どうも本能の小物すりしです、今回はエリアトライト久しぶりです、場所は、琵琶湖のところにあります、高島の泉というエリアです、このエリア前々からずっと気になっておりまして、1年前去年金沢に引っ越してくる前、埼玉に住んでいた頃から、前身の朽木渓流魚センター、という名前で、動画がたくさんありまして、とってもとってもよく釣れるエリア、関西の聖地と呼ばれているエリアで、いつか行ってやりたいなと思って、来ました、そしてついに今日、足を運ぶ日がやってきたということで、釣る前から感無量という感じでございます、なかなか広いエリアで、駐車場から受付まで、こんな感じで、ゆっくりと歩いてきているところです、看板、魚の看板もありますし、さばき場も完備のようですね。釣れたらここでさばくことになろうかと思います。受付に。今回は、3時間だけ試しにやってみたいと思います。さて、釣れるでしょうか。釣り方ですが、このエリアはルアー専用でフライは投げられないです。というわけで、ルアータックルですが、竿が6フィートの XUL。ラインが5ポンドのナイロンで、カラーラインに透明なリーダーをつけております。ルアーは主にほぼトルネードを投げました。池は現在2号池で投げているところです。このエリア3つの池がありますが、入っている魚はどこも同じだそうです。それからインレットがいっぱいありまして、どこも同じようなコンディションで釣りができるように工夫された池のようです。混雑度合いは、休日ということもあってかなり混雑している感じです。ただし回転が早いというか、あんまり同じところに留まる人が少なくて、皆さん移動される方が多いですね。時間圏になっているので回転が早いというのもあるんでしょうけども、なんとなく関西系なんですかね、どんどん移動していくような、関東のエリアだとだいたい場所決めると1日そこでやるみたいな感じに見えますけども、その辺は文化の違いがあるのかもしれないです。ちなみに私は関東人ですが移動派です。3号池に移動してきました。今回の釣りは3つの池それぞれで1匹以上することを一応の目標にしたいと思います。続いて3つ目の池、1号池です。
というわけでエリア全体を軽く一周してみましたが、釣れっぷりはぼちぼちという感じでした。まあまあ、コンディションも、まあ、暑い季節ですし、まあ、暑い地方琵琶湖のご飯ですので、まあこんなもんかなと、まあ人も多いですし、まあもちろん私の腕もあると思います。まあいずれコンディションがいい時は、まあそれは後で考えるとして、まずは次の1匹を狙っていきたいと思います。Thank you.